鈴鹿森七代目、團十郎の長兵衛、河原崎権十郎の県八七代目、市川團十郎安政六年三月二十三日は、火世期から天保にかけて活躍した、江戸の歌舞伎役者。野号は、成田屋。縄文は三章。拝名は三章。白猿、ヤウアン、ことぶき会老人、古福者、二十九亭。天保の改革の煽りを受けて、 江戸を追放されたことで有名。陽名は小玉。名跡は、初代市川新之助、市川海老蔵、七代目市川團十郎、五代目市川海老蔵名乗り、江戸追放にあってからは、成田や七左衛門、畑や十蔵、市川白猿などともした。拝名は三章、白猿。その他野岸、小峠会老人、古袋社、二十九邸とも合した。 完成3年、江戸生まれ。母は5代目、市川團十郎の次女住みで、生後間もなく6代目、團十郎の養子となる。完成6年、市川新之助の名で、初舞台。2年後には6歳にして、しばらくを務めた。その後市川海老蔵を襲名。完成11年に6代目團十郎が急死したため、翌年10歳で7代目、市川團十郎を襲名。 文化三連には、祖父五代目も死に、劇団の孤児となった団十郎は、活性紀の名優たちにもみもまれながら、実力をつけていった。五代目のひいきすが、講演者として若い七代目を支え、七代目が、市川家のお家芸、スケクを初めて演じた際には、ひいきすの一人からして、演馬の編集による記念本、江戸紫ひいき八巻が刊行された。 豪快な中にも男らしい色気が漂う芸風であったらしく、市川宗家のお家芸である荒ごとをよくするほか、四代目、鶴屋南北特美、東海道四ツ谷階段の民や家門のような悪役をやって人気を取った。いわゆる色悪の領域を確立した人物である。しばらくの七代目、小山の五代目、瀬川菊之丞と、勝川春亭が、 1819年天保三年、息子、六代目、市川海老蔵に八代目、團十郎を継がせ、自身は五代目、市川海老蔵を襲名する。この時成田や宗伝の荒ごと十八種を戦して、歌舞伎狂犬組十八番と題したすり物にし、これを、非いき客に配った。これが歌舞伎十八番である。こうして、歌舞伎の人気演目を独占し、二人の愛人ともに、 皇邸に住まい、人気役者としての派手な暮らしをしていた。天保五年時の福岡藩主、黒田成清の招きにより歌舞伎役者として初めて、九州博多へ興行に赴く。千賀お正との面白い話を、当時の博多商人が記録に残している。また、天保十一年には、初代男獣老没後190周年、水前興行として、肝心町を初演。 随一川と呼ばれていた市川宗家の権威をさらに一段、高めることに貢献した。こうして七代目團十郎改め五代目海老蔵は、市川宗家イコール荒ごとの本家イコール、江戸歌舞伎の権威、という図式を完成させるに至ったのである。天保十三年、天保の改革の旋風が吹き荒れる中で、海老蔵は、突如、江戸南町奉行所から手上、家主預かりの処分を受け、 さらに、江戸十里四方所払いとなる。これによって、江戸の舞台に立つことが不可能となった海老蔵は、成田や七座衛門と改名。一時成田山新勝寺の延命院に沉居した後、駿府へ移る。その後さらに、畑や十蔵と改名して、大阪へ上り、京、大津、桑名などで旅回り芝居の舞台に立った。追放の直接の原因は、 写真指令に触れる派手な私生活と実物の甲冑を舞台で使用したというものだったが、要するに、罪状は何でもよく、その目的は、江戸歌舞伎の宗家として、江戸っ子の誰もが認める、あの男十郎を適厳しく処罰することにより、改革への腰の入れようを、江戸の隅々にまで知らしめることにあった。構わぬ、構わぬ七代目男十郎が好んで使った、役者文様。 構わぬにかけている。華英二年の斜面によって、翌年ようやく江戸に帰ったものの、團十郎としては異例なことに、以後も旅芝居を多く務め、畑や十蔵や二代目、市川白縁の名で、上方の舞台に多く立った。江戸復帰後、まだ無名の狂言作者、二代目、川竹新七の才能を見出している。華英七年、長男の八代目團十郎が突如として、 自殺するという不幸に見舞われるなど、晩年は、家庭的に恵まれず、経類が多かったこともあってさかいが絶えなかったという。安政五年、久しぶりに、江戸に戻り、翌年、根本草ずり院の蘇我頃を務めたのが、最後の舞台だった。翌年三月二十三日死去。愛人との幸福めなな男五女に恵まれた、小袋社で、男子は順二八代目、市川段十郎、六代目、 一川駒蔵、七代目、一川海老蔵、一川ザルグラ、九代目、一川段十郎、一川光造、八代目、一川海老蔵。門人には、上方で活躍した初代一川海老十郎、幕末期の名優四代目一川章、段次、白式で知られた五代目、一川門之助などの人材がいる。対照的に息子たちは小宝に恵まれず、 市川段十郎家は十一代目以降養子による別系統となった。ありがとうございます。